I found a picture. 何を見つけたのかというと、a picture、写真ですよね。a picture っていうのは、まあ多分いっぱいある中の一つをポッと見つけたっていうことをこの文章は言っていて、で、when you look at this sentence, you don't feel anything wrong. 何も間違っているところはないですよね。これは、これだけでもう完璧な文章にここがなっているんですね。で、私は、その、この目的語である写真を見つけたインターネットでっていうことのこの文章と、それから、これは、a picture。この部分が、共有する感じになるんですね。ちょっと今、ここをこういうふうにしますけども。この部分とこの部分が、あら、同じっていう感じで、まあ、共有する感じの文章を作りたい。これが今回習う文章になります。ね、もしですね、ちっちゃい子の説明だったら、ね、僕ね、インターネットで写真見つけたんだ。この写真がそれなんだよっていうので、別に会話してて、っていう感じになると思うんですけれども、で、もうずっとそういう会話を、こうね、ペーパーにして書くっていうのは、やっぱりもうちょっと洗練された文章にしたいっていうふうに思うと思うんですよね。そうすると、日本語だったとしても、これくっつけた方がシンプルになるなっていうことはわかると思うんです。それを今から英語で勉強するっていう感じなんですけれども、これ何かというと、これが主節なんですね。This is a picture. これが本当のこの文章のいわゆるメインの主語っていうのは this です。そして be 動詞はここに is があるので sv で、これは this is a picture っていうのはこれは目的語ではなくて、まあ方語などですしっていうふうにしておきますけれども、これは一つの写真ですという文章がまずメインのものとしてあって、その後ろにこの a picture っていうのはどんなものかっていうとっていうのがここでついてくるんですね。そうすると頭の構造としては this is a picture。その picture は何なのっていうと、あ、私が見つけたの I found。どこで on the internet っていうふうにして後ろからこの a picture っていうのがもうここに行ってしまった時点でこうなくなっちゃうんですよね。これがなくなっちゃう感じ。こっちにこう移動してっちゃった感じ。イメージ的には。だからもうこれはもわもわもわ、もわもわもわってこうなくなってしまって、あと残ったものが I found on the internet っていうふうに、言うことができます。ですね。で、ここ、This is a picture で、I found っていうので、両方ともに主語が来てるじゃんと思うと思うんですけれども、英語というのは、前から前からっていつも言ってますよね。だから、この一番最初に来た人が、もうこのメインセンテンスの主語を取っちゃうんです、ここで。だから、後から来てる人が、なんていうんですか、この、大きなセンテンスの主語になるっていうことはもうできないんですね。とにかく最初に来た者勝ちっていうか。なのでこの場合も、このメインは This is a picture。これっていうことはもう変わらないんです。ただいつも言ってるように、英語は後ろからね、こう自分の言いたいものがまずこういうふうに来たとしますよね。お団子、これ串田のお団子。そうするとここにですね、この棒がこういうふうにあって、どんどこどんどここういうふうにつけていける言語なんですね。こっちがメインですよ。ここ出発点ね。こっちが始まりなので、ここから始まったと考えると、This is a picture っていうのがここまで来てるんですけど、こっからこの a picture っていうのはねっていうのを後ろから付け加えられる。これが日本語との構造の大きな違い。日本語はある程度構想をこう、出して、そして順番っていうのは意外とこう変えられるんですけれども、後ろから、それはつまりね、これでねっていうのをやるっていうのがあまりポピュラーではないんですよね。でも英語の文章は、これは写真です。何の写真なの？あ、それは私がインターネットで見つけたねっていう、これが当たり前なんです。これが当たり前の言語。これが英語。だからここにこの串が終わったと
思ったら、ここにね、新しく来てるわけ。このくっついてきてるっていう感じで、今この文章を捉えているっていうことですね。メインはここです。メインは SVC っていうのがここに入ってるので、この This is a picture っていうのがメイン。だからこの文章を見たとき、このね、This is a picture I found on the internet っていうのを見たときに、そのことが分かってないと、どっちが主語なのっていうふうに思っちゃうかもしれないの。そこのところだけ大事なのは、いつも前だからね。串に刺していく一番大事な団子はこの一番最初に来るやつなんです。だからこの子が一番最初の団子なわけ。もうその順番の段、なんていうか重要っていう意味でも、前から行くので、ね、メインは最初に刺された方の主語だから、メインはって言ったら This だよ。 This が主語ね。で、This is a picture っていう文章の先に、あ、それはねっていう説明としてくっついてきてるのが、この I found on the internet っていう部分だわけです。で、この教科書の解説でちょっと興味深いなと思ったのは、ね、この文章を、英語にするとき、数学的に考えるなら、こういうふうに2つの文章があって、あ、picture っていうのが共通してるから、この共通してるこの a picture だけが前にボヨンと出てしまったら、みんなもう見たらわかるけど、ちょっとこれ、ここをこういうふうに隠しちゃうと、もう残っているのは I found on the internet だけですよね。OK。なのでそれをこの a picture の後ろにつけてあげるだけっていう感覚で、数式をこう解析するみたいに英作文を考えるっていうのももちろん全然 OK です。ね、それがここの、名詞を修飾する文っていうところに解説であるんですけれども、主語プラス動詞プラス目的語の語順を入れ替えて、名詞、主語、動詞とすると、前の名詞を後ろから修飾して新しい情報を加えることができますっていうふうに書いてある。それがこの今私が言ったものですね。A picture っていうのが前に来てる風にして、あとは I found というふうに、この取れちゃったものを後ろにくっつけるということができるよっていう、これがその今回のシーン1で習っている文法になります。もしね、みんながこうやって見たときに、あれ、主語がね、あってこっちにも主語があって、ここにも動詞があるけど、どういうことっていうふうに思ったら、あれ、どっちみたいにしてややこしくなるんですけれども、大切なのは前から大事な文章ができているということ、これです。なのでこの一番最初の主語が何かっていうことを見失わないように英文を読んでいけば、絶対にその理解できるんですね。こちらの文章に欠けているのは何かっていうことを考えると、もうみんなすぐわかると思うんですけども、 Indian people respect a person greatly ですよね。インドの人たちはそのある人をとても尊敬している、その尊敬しているある人っていうのだけがむぎゅーっとここに出てきちゃっている。なのでもうあとはその残ったものが全部ここに後ろに来ていて、こういうふうにして後ろからそのこの a person のことを詳しく説明しているという文章にしているんですね。団子のようにギュッギュッギュッとまたどんどん追加できるというのが英語の面白いところですね。で、この that っていうのは、教科書でももう省略されちゃっているし、ほとんどの場合この that っていうのはもう見えないんですけれども、メインの文章にあって、この後ろの文章にないものっていうのが、例えばこのように目的語になっている名詞の場合には、あ、ここに隠れているけど that っていうのがあって、メインの文章はここまで、ね、この先の文章っていうのはここのものっていうか人とか、いろいろあるんでしょうけども、そのここにある名詞を修飾している、そこに説明を付け加えているんだな、この後ろの文章はっていうふうに考えるということですね。前から訳す。
大事なお団子は前にある。これをもう絶対忘れないで、ください。で、就職するときに後ろからっていうふうに日本語の意味を完璧な訳文を作ろうとするために、理解するときまで後ろから訳すっていう癖を絶対つけないでください。もうトンチンカンでいいんです。だって英語の語順っていうのは日本語の語順からしたらめちゃくちゃトンチンカンな語順、それが英語の語順なので、これを無理やり頭の中で日本語で完璧な語順に変えて英語を理解しよう理解しようっていうふうにやることは絶対にやめましょう。そうするとどんどんスピードが遅くなってきてしまうし、いっぱいいっぱい団子が後ろからどんどん増えてきて、どこまで団子が増えるのかわからないという時にですね、日本語のような訳し方をしている人っていうのは団子の一番最後の団子はどこなのかなっていうふうに探そうとしちゃうんです。それがどれだけ時間のロスになるかっていうこと。